して、みんなステージ2つをクリアした刹那圭介。まだ、あと、レバーを、必要なレバーは、いくつかわからないが残っているぞ、刹那圭介。まあそんな風なレターはもういいけど、やろう。さ、次はちょっとね、この、なんか、こう一点的な色をしているような、ひなおまるすステージでいきますが。わ、すごいな。色がすごいな。桜はひらひら舞い降りで落ちてって歌いたくなるような、そんな色です。春の訪れを感じております。時期がすごいタイミングいいんじゃないかな。いや、これいつにアップされてるかわからんけど、多分、4月の中盤後半あたり、迷路がこれ。迷路のパターンだった。なんだ？迷路多いな。なんかさっきも迷路した気がするんやけどな。こっち。これはまた、見かけの女の子らしさとはちょっと裏腹にすっごいえげつない迷路になってそうなんですけど。こっちか？ただ逆に迷路だけで終わりそうな気がするな、これは。やけど多分、結構時間がかかるってこともないと思う。マスかな。へえ、こっちでこっちでこっちでこっち、違った、先が見えにくいのよね。このガラスで仕切られとうけど結構先が見えにくいのよね。あ、近いぞ。 こっちじゃない、こっちじゃない。こっちか。あ、これはね、こういったらで、こっちはね、ねえ、これ遠回りして一周回ってきてるゲットが。よかったー。ここはすっげえ簡単っつーか、地道にやれればすぐにクリアできるようなタイプだった。帰るんがめんどくさいので、ゲッ、ジャンプで、エス、エス、エス、カット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 。結構簡単やったね、ここは。で、これをガチャーってやって3つ目開いたと。まだまだ結構扉あるな。多分4つ5つあるんじゃないかな、まだ。次どこ行こうかな。しらみつぶしに適当にやっていってもいいんだ。この辺りか。これなんか気になるな。この、なんだろう、何ルートの時に使われるような、こういうさ、なんか、尖っとうやつ。俺、名前わからんけど、尖っとうやつ。これなんなん？ゴーゴーゴー！めちゃくちゃ、いけいけ言われてる。なにこれ？え？え？あ、これもしかして、あれじゃね？これ、通れるところじゃない。俺は通れたけどな、これ。通れたけど、なにこれ？え、なんでチェスト2つもあるん？どっちどっちどっちかっていうやつ？外れ。あ、両方とも取れるんかい。てか、3つあったうちの1つ目でクリアしてしまったよ。もう動画的になんなんこれ。死にまーす。これでいいんだろうか、この動画。今回のパート、最先やりよすぎて思んなさそうな気がする。視聴者さん、視聴者さん的にはね。なんで2回も言い直してるんだろう、俺。よし、次はこのシアンステージで行こう。この金の扉通ろう。匂わなと関係ないな、と関係ない。また迷路これ。迷路また来たよ。しかもめっちゃ暗いやん。さっきの女の子の春の訪れから、夏の終わりを感じるような水色。まだ夏、なんこれ。こっちは出口。こっちは出口どういうこと？出口だったらここから出させてくれよって話だけど、向こう側にもなんかあるんだろうか。いや、違う。こっちじゃないの。なんだこのステージ。迷路だけじゃなくて、その先に何かがある、あるような気がする。なこれ、ちょっと違うところで、ここ聞いたことない？さっき聞いたような気がするね。あれ、どこだ？こっちは出口なんだろ。じゃあどうやって向こう側行くんだこれ。
大体の場所通っただけ。もしかしたらスイッチどっかにあるん、どっかにあって、そのこっちは出口のやつが開くとか、そういう、まさか宝探し、ね、な、俺今日結構噛みよんな宝探し的なところある、あるんか、なんかスイッチでもあるんだろうか。あ、出てきた出てきた、そういうんじゃなかったわ。こっちは出口、あー、こっからなんか普通のアースで戻ったやん。なんか普通の迷路だけでいいのに普通のアースで戻ったやん。こっちやな。ここでなんか右側すごいトロッコあるんやけど、そんなにトロッコいらんだろうってぐらい。うん、これ上飛べちゃうな。こっちだ。でこっちに打ってればいい。オッケー。あー、こっからちょっとボイになりますって。流行の範囲が狭い。あー、ちゃうわ。もうおじさんびっくりよ。なんか普通のアスレに戻っちゃったんだけど、おじさんびっくり。はい。これは俺なかなかクリアできんだろうなステージになってしまったらな。まあさっきからそう。俺ちょっとこの配布、この世界に来てから気づいたんやけど、細かい作業苦手なんやなって、はっきり分かんだね。ここ飛んで、ここちょっと慎重にこう行くか。今の慎重って言えばいいんか分からんけど、下にトリッピーがおる。なんでこんなトリッピー、焦らず行きたいとこなんやけど、俺は結構落ち着きがないタイプなんでね。よいしょ、こっちやな。このまま向こうに行けそうな気がするけどさ、ミスった時のあれがあれだよね、あれがあれだよね。というわけで、あー、どうやってあの棒を攻略するかやんやな、問題は。よいしょ、ここ言ったよ今。ちょっと鬱陶しいんですけど、あのトリコロストロッカーのくらいに。あっ、こっちだったな。あはははは。ここなんだ、さっきから言おうけど。よいしょ、この辺。オッケー。なんかほんとこっから向こうに飛べそうな気がするんやけど、ちょっとほらもう飛べるはず、飛べたし。あの2つ何だったん、使ってない棒何だったんだろうな。上に何だか装飾ある、気づいた、まあ、どうでもいいけど。あ、これダッシュができんようなやつやない。ダッシュできんけど届くか、いけるか、届かんや。よっしゃー。だね、これだよ問題は。これダッシュとかダメだってパターンにも言うかだろ。これどうやって行けって言うんだろう。これこのままギリギリのところで、ギリギリのところを、どういうことだろう。ダッシュできんもん。あ、届くやん。案外届くやん。よいしょ。あ、これ難しいない。ちょっと離れてない。このままジャンプ、さっきまでと同じジャンプしたらあかんような気が。ほら、よいしょ、こう来てる。こっからなんですね。どうすればいいかね。ほんとそのまま行って、飛べるもんな、飛んで、飛べたやん。ギリギリ飛べたやん。多分次も同じような感じなんだ。よし、でここ、こうと。さて、ここはここで離れすぎとんじゃないかっていう。よいしょ。あ、それもないか。ここはシンプルに。でも、ここ離れとるように見えるな。ここをこそジャンプ、ピーン。
想像してごらん。私の足はバッタのように鋭く、綺麗なジャンプ、高いジャンプは放てるとね。そんなことを考えていたら飛べそうな気がしてきます。というわけで行ってみましょう。よいしょよいしょ。あ、飛べたー。あー、なんこれ、なんこれ、え、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ、え、どういうシステム。多分こっからそのままジャンプじゃ届かんようになっとんだろうな。ならばどうするか。あー、どういうことこれ、え、どういうことこれ、え、どういうことだろう。これ伸びた状態で多分ジャンプしなあかんけど、極端に伸びた時間が短くね。いけるんこれ。つまりこの辺からこうしてこうした、おっしゃ。あー、これ難しいぞ。今度ははしごって難しいぞ。同じような要領で飛べばいいんだろうけど、シフトでギリギリまで来といてからの、あ思っとったんと違うなこれ。さっきのことをもう一回思ってやってやると、こうして、こっからピョンピョンって飛んだ方が効率いいかもしれんな。そうでもないですね。そうでもなかったな。危なかったわ今のは。多分そのまま移動したら落ちたな。これだ。このスイッチの板のこのギリギリのところでジャンプしたら何とか届くようなシステムになったんだろうな。この辺か。あー、ちょっと近いな。よし、この辺か。で、こうしてこうだ。よっしゃー、ようやく。これはレバーゲットで、これなんだろうな。これ出口なんはいいけど、なんでこんなに用意されたのかわからんな。なにこれ。何がしたかったんこれ、わからんな。え、な、え、チェスト落とし大会みたいな。チェスト落とし大会、どれが誰が早くチェスト落とせるかな。おいっす、じゃじゃーん、じゃ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 ん。このチェストのくだりいらんと思うな俺。このチェストのくだりいらんと思うな。どっちこっちか。よっしゃ、クリア。こっちやな。毎度毎度右と左どっちにこの扉の方があるかっていうのが分かんようになった。というわけでまた一つ開きました。お、パッと見であと二つかな。二つ開いたら通れるようにはなるんやけど、せっかくやけんこれ全部のステージやっていきたいよね。視聴者さんやって全部のステージ見てみたいよね。というわけで、まあ、全部のステージ、行ってみようか。あといくつか全然数えてなかったけど。ここか、デスワールドか。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。
皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。